ひそひそ声から始まっちゃうんですけど、萩原さん、はい、今日新型ベゼル、はい、ワールドプレミアの事前取材会ということで潜入しております、はい、萩原さんの顔を映してるのもなんなんでベゼル映しましょうかそうだね、はい、で、はい、来てびっくりしたんですけど、はい、顔がね、うん、すごいことになってるわけですよ、うん、大胆だよね。大胆ですよね、うん、これですこれ、いやでもね、うん、今までのホンダってさ、はい、ちょっと特に上級グレードの方は、うん、上級クラスセグメントかの方は、はい、なんかちょっとアメリカとか中国ばっかり見てて、そうですよね、っていうホンダらしさっていうのがあんま出てないなと思ったんだけど、うん、こういいよね、なんか新しいそうホンダのデザインが始まったぞっていう感じがするよ ね、 そうですよね。このグリルが同色っていうのは、うん、あれですよね、フィットですよね。そう、うん、でさっきデザイナーの方にね、はい、取材したんだけど、はい、フィットの同色グリル、あとはグリルレスイメージであったりと、はい、あと実はマイナーチェンジしたオデッセイの割と大きな顔の六角形グリル、はい、これも実はねモチーフになってるんだって、うんうんうん、なんで、まあ、新しいんだけど、はい、ホンダのいろいろなセグメントのエッセンスみたいなものをうまく合わせて、うん、だからねこうボディ同色でこのグリルを作ってで、うん、下手すると安っぽくなっちゃうじゃない。そうなんですよ。それね心配してたんですよね。それが全然ないんだよね。うん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 、俺はねお見事。本当。お見事いただきました。最近ホンダのデザインあんまり落ちないんだけど。いやこれはいいと思うよ。ここで大きい声で言えるのはさすがですね。本当。でさ、ホンダの人いっぱいいますから、ね。はい。あのボディのさ、うん、サイズ感が面白いよね。うん、ね聞いたらね、うん、ほとんど同サイズなんだって。どう見ても大きくなってるように見えますよ ね、 ね見えるよね、うん、これはやっぱりこう長さ方向のデザイン表現がすごくうまくいってるんだよ ね、 そうですよね。ショルダーラインを後ろまでビシッとビシッと通して、はい、こう全体にこの長さ方向、そうですよ、ね、このサイドウィンドウのグラフィックもそんなに厚く出さずに横に伸ばして伸びやかさみたいなのを表現して、だからボディ実際のボディサイズよりも大きく見える、うん、そうですね。でなんかこうスクープとかでさ次のベゼルはでっかくなるぞみたいな、ありましたよね、出てんだけど実はそうじゃなかった、うん、そういうふうに見えるって、うん、そこら辺もねすごくうまくいってるよね。そうですよね。でね、うん、あのこれ基本的に、はい、あの現行ベゼルのプラットフォームの進化版、はい、うん、あそうなんですね、うん、なんだけど、うん、手を加えられるところは全部やり直してる。なるほど。ということで、うん、だから基本だから B セグなんだけど、はい、SUV にするとボディが大きくなる分、うん、車格が上がった感じがするんじゃん。そうですね、うん、なので乗ってなんだやっぱり B セグじゃん、じゃあがっかりしちゃうから、確かにそうならないように相当気を使って開発してるらしいんだよね、うん、これじゃあ相当走りにも期待できるってことですね、うんうん、走りの質感みたいなところはすごくこだわってる、うん、なるほど。音の遮断とか、はい、そこら辺も、うん、フィットと比べるともう一段階上まで来ていると、うんうんうん、あのボディの大きさや重さに合わせて E ヘブのチューニングも、はい、専用に合わせ込んでるし、やっていると。あと走行モードも3つ選べて、うん、あとはパドルによる減速感の選択とか、はい、乗る人にとって、うん、自分好みの走りが実感できるようなね、うん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 、ちょっと内装も見てみましょうか。そうだね。これもね僕内装見てびっくりしたんですよ、うん、ちょっと質感上がったよね。上がったよね。で今までもさ、うん、ベゼルってホンダの中ではインテリアのデザインが、うん、こう割と独自で、そう俺結構好きだった。ちょっと外れなんかホンダの潮流からちょっと外れてましたよね。で、うん、今回はそれとはまた違うデザインの表現をしてきて、うんうんうん、このクラスのホンダ車でここまで質感出せるってちょっとすごいよね。そうですね、うん、相当気合入ってる感じしますよね、うん、気合入ってる、うん、いやだから、一心もかけてる、うん、だから B セグには全然見えないしさ、そうですね、あのマツダのクオリティがすごく高いじゃない。はい、今ね、うん、だからそれに迫るぐらいまで来てるよね。うん、うん、で、すごく遊び心もあるしさ。そうなんですよ。ただね、うん、シンプルにするだけじゃないのがね、そうそうそう、やっぱベゼルっぽいなと思って、うん、そう
だってシートにねこうリボン風の柄を入れるとかね、遊び心あるのよ本当、こういうタグをつけてみたりとかね、トリコロールね、うん、これアンプアップ、あそうだね、ドックンってやつですね、なるほどね、あそういうことなんですか、うん、そういうことですあの心の高鳴り、あなるほどね、うん、まあ、あの公式見解ではないですけどなるほどね、はい、でね広いのよ、ちょっと後席座ってみましょうか、うん、これで今は俺のポジションに合わせてないんだけど、はい、それでもねこれでさっき俺のポジションに合わせて、萩原さん身長いくつでしたっけ、180弱、でこれでほら拳2つでさらに余る、そうですね、うん、でね俺のポジションだとね、もうこう誰が座ってたんだか知らないけどさ、うん、もうちょっと前だからね3つ入るぐらい足元広いんだよね、すごいね、これはねちょっとびっくり、でシートも従来モデルに比べて、うん、この例えばシートバッグの、はい、高さであるとか高さ、ね、厚さであるとか、はい、そういうところもちゃんと考えられていて、うんうん、すごくアイデア満載じゃん、そうですね、ベゼルのシートってあのカラクリですからね、そうそうそう、だけどそこ優先になっちゃうと、はい、肝心の座り心地が犠牲になるから、うんうん、まずは座り心地最優先、なるほど、で開発したと、はい、でまあいわばその機能っていうのは多彩ではあるんだけど、はい、あくまでも付加価値よ、すごいちょっと変わりましたね、前は付加価値をアピールするそうそうそうホンダでしたけどちょっと変わってきましたね、だからね逆にやっぱりシートが薄っぺらかったりしたんだって、そうですね、うんうん、この高さが足りないとかね、うん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 、だから今度は乗用車感覚の、うん、セダン感覚のシート、あの座り方もね、うん、アップライトになりすぎないとかね、うんうんうん、そういうだから居心地がいいよすごくね、その居心地の良さを助長するのがこの天窓、あそうだね、この開放感すごいよね、リアもフロントもどっちも開くわけですよね、うん、そうそう、ただね気になるのはね俺の座高だと、はい、ここが結構下がってるから、ここね、ここがね、だからここの視界がちょっと狭く感じちゃうんだよね、うん、あと前席に乗った時も、うん、そのサンバイザーのあたり、はい、斜め上方向の視界がね、うん、もうちょっと広げられるといいんだけど、うん、でもだからこそさピラーを後ろに下げたりとかさ、うんうん、起こしたりして、うん、この車格感があるデザインになってるかな、うん、そうですね、まあ、それもまあどっちを取るかなんだけどね、でも普通の体格の人だったら全く気にならない、そうですね、俺座高が高いから、あの萩原さん普通の体格じゃないですよね縦にも横にも、そうですねじゃあ一番最後に、じゃあちょっともう帰れコールがすごいもんで、そうだね、そうだね、帰れコールがすごいもんで、はいはい、一番最後にじゃあちょっと2室だけ最後ちょっと見てみましょうか、うん、なんと電動、何でも電動ですよ、ね、これも電動化の一つなのかな、違います、違いますね違いますね、でこれでさ、うん、あのいろいろなここにもアイデアがあって、例えば、はいはい、あのアイデアがあるっていうか逆に何が必要かっていうところをかなり厳選して、うんはい、例えばここの床のさ高さ調整ができる機能を、はい、ありますね、持ってる車もあるんじゃないですか、ラゲッジボードでね、うん、だけどこれはあえてそんなことはしなかった、うんうん、それをしちゃうと余計な出っ張り、高さ調整のための出っ張りが出るし、ノイズが出てきちゃいますよね、そうそうそう、うんうん、なので必要なものだけ厳選して選んで、なるほどっていうことだよね、ハイブリッドのバッテリーはこの辺にあるんですね、多分そうだね、でここだけが使えると、うん、なんかこういうの嬉しいよね、嬉しいよね、うん、まあちょっと何に使うのか分かんないですけど隠しですね、うんうん、当然、6対4分割で、ダイブダウンします、チップアップもしますと、はい、後方の皆さんが背中の方にやってきてますんで、早く帰れと帰れということなので、これでじゃ あのボタンを閉めてもらって帰りましょうか、一応ね身支度をして、はい、というわけで、はい、萩原さんと新型ベゼルでした、はい、また今度ゆっくりましょうね、そうだね、はい、今度市場レポートもね、はい、ありがとうございました。さてここからはもう少し詳しく車両を見ていこうと思います。今回公開されたのは白いボディが EHEV-Z と呼ばれるグレードで、サンドベージュ色が EHEV プレイです。このプレイは FF のみの一風変わったグレードで、他のグレードにはない遊び心が表現されています。例えばボディ同色のグリルの端っこには
ポリコロールの加色が加わっていたり、さらにツートンカラーもプレイ専用です。専用といえばシート表皮もそうですし、頭上の大パノラマガラスルーフもプレイのみです。リア周りに見ていくと、最近流行りのランプ類が横につながるデザインですね。寸法以上にワイドに見せたいという感じでしょうか。リアから見た雰囲気も結構シンプルだけど頼もしくてすごく良かったと思います。気になったのは最低地上高なんです。先代ベゼルは170から185ミリぐらい、一方新型ですが200ミリ近いんじゃないかなと思うぐらいクリアランスがあるんですよね。なんというか SUV らしくなったなという印象です。しかもヒルディセントコントロールのスイッチも室内に発見しました。四駆の性能をかなり高めてきてるんじゃないかなという印象です。そしてパワートレインです。 1.5 リッタープラスモーターの EHEV は基本フィットと同じなんですけれども、制御だけじゃなくてハード面でも手こ入れしているらしいです。例えばモーターの出力がアップしているのかもしれないですね。ちなみに EHV だけじゃなくて 1.5 リッターのガソリンモデルも用意されます。といっても主力は EHV とのことです。会場にはもう1台赤いベゼルが置いてありました。これホンダの純正アクセサリーを手掛けるホンダアクセスのパーツを付けた車両なんですが、グリルが普通というか一般的な車と同じくブラックになっているわけです。グリルボディ同色がどうしてもダメっていう人も出てくると思うので、そういう人はぜひ検討してみてください。グリルだけじゃなくてサイドにもリアにもアクセサリーパーツが付いていて、結構スポーティーでこれはこれで人気が出るんじゃないかなと思います。さらに詳細な情報はドライバーのウェブサイトの方に掲載しております。概要欄にリンクを貼っておきます。2月20日には、ドライバー星発売なんですが、こちらの表紙ベゼルドドンと掲載しております。ぜひチェックしてみてください。以上です。